まあ、黒澤明が僕の、はい、青年時代に、まあ、5本ぐらいついてて、特別、まあ、黒澤さんを、まあ、俺は映画の神だなんて言ってるぐらいでね、まあ、映像、ね、それからそういう人物、物語、ストーリー、なんかメッセージ、うん、芸術性、全てが入ってる映画だよ、うん、黒澤さんの映画って。本当ですよ。ああ、そういうのが理想だよ、映画の。はい、うん、なんかあるところにものすごい受けて、評価されて、賞取ったって、多くの人が見なきゃ意味ないしな。そうですね。ああ、だから、黒澤さんの映画は基本的には、まあ、外れた映画もあるけど、基本的には多くの人が見て、多くの人が楽しんで、今に残ってるわけ。世界が認めてるしね。はい、うん、これ最近よく言うんだけど、人間ってさ、こういう人についてここで勉強して、その人が自分の恩師だみたいなね、話はよくあるけど、僕には恩師っていないと思うんだよ、うん、自分でいつも思うんだけど。でもそういう人たちを、すごい人たちを若い時にずっと見てたってことが大きいね、うん、だって運に恵まれなきゃ、はい、よっぽどの運に恵まれなきゃね、黒澤明につけるとか、はい、高倉健と一緒に映画を撮るとか、はい、ね、まあ言えばさ、最近だったらフラスさんとかさ、深作欣二とかね、うん、まあ、作さんは亡くなっちゃったけど、うん、そうした人と同じ現場を共有するっていうのはある種の運だよね、はいはい、うん、そういう時にその人たちを見てることで自分が大きく育っていくんだと思うよ。だから見るってことが大切で、誰から何を教わりましたなんていうのはね、それはね、昔から言われてるけど、そういう関係ってもう現代はないんじゃないの。自然に対しても何でも見るっていうところが人間の原点なんだよ。それでその見た時に自分がどういうふうにそれを感動したり、なんか、心に残ったり、そういうものをこの自分の中に取り入れられない人たちは先に行けないなっていう。ああ。